皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。先に言っておきます、ごめんなさい、育成が全然間に合ってないんですけど、どうしても使いたくて固定しちゃいました。パワードスーツ金バッジも持ってないというか、なんなら銅バッジすら持ってないし、HP 団子フルで全部作って、攻撃力は団子7個ぐらいで、装備だけは全部作って、でなんだっけ、防御力はフードすら作れてないかもしれないです。あ、フードか。フードフルですね、多分。はい。どうしても使いたくて、パワードスーツ固定します。はい。そして、エミリアと、もしかしたら相性いいんじゃね的な感じでやっていきましょう。わかんないけどね。はい、もうがっつり攻めましょう。掘られちゃったけど、別に悪くない気がする。うん。で、上もエミリア切っちゃうかも。ね。だいぶこれコスト勝ちしてる気がするよ。取られちゃったけど。うん。コメタトラいっちゃうかも。この位置から。さあ、ここで、メタドラがスキルを打ってくれたら全部まとめてやれるんじゃないかな。やれない、まだやれてない。ただスキル打ってくれる、なんかちょいちょいやってくれてる気がする。どうこれ、わかんない、やれてんのこれ。さあトーン倒した、頑張ってんのこれ。スキルパワードセンス、お前スキル死んだぞ、お前いいぞ。こいつは頑張ってるのか、一体どうなんだ。ドン。さあこれ爆発するんだけど、こっからこのね、レムがカバーしてくれて、その大砲も結構強くて、取られたけど相手にダメージは入ってる。あのパワードスーツが結構いい仕事したんじゃない、上のやつ。わかんないけど、結構削ってくれてるよね、多分。おそらく。さあ、ダブゴブで。倒したい。倒したい。コストあるよ。間に合ってるよ、コスト。どうですか、ゴブリン強くね。西ゴブ2体重ねでレートでやっていく、素晴らしい。勝ったね。何が入ったんだろう、それすら分かってない。おお、もらえる。はい、それでは続いてやっていきましょう、2戦目。まあエミリアと相性がいいかはちょっと不明です。ただなんかどっちも、まあ、相手に言われてフォーって進んでいくっていうのが、まあ面白いなと思って。組み合わせ的にね、突進固定なんで、これ完全に。まあ、ガッツっていう選択肢もあったのかもしれないけど。何かね、シナジーが、感じられたらいいかなと思ったんですけど、実際どうかわかりません。行きましょう。パワードスーツね。まあ、金バッジを絶対に引けないので、はい。持ってないので、バッジを引けないので、そこだけ気になる。まあ、ステータスが足りないのも気になるんだけど、なんなら激レアゼロだしね。ただまあ、パワードスーツにはパワードスーツの頑張れる時がきっとあるでしょうというわけで頑張りましょう。どっちもなんか、やってること支援っぽいよな。倒して、削って、取った、で、シマリス？壁張り？氷の魔法？ダメージ？倒しはした。この後パワードスーツ絶対死ぬね。死ぬ。で、ぷよーん飛んで、プリンセス。え、なんかやべえからいいんだけど、相手に。ガチでやばいからいいじゃん。俺そのキャラ無理なんだけど、どうしよう。困ったね。何がやばいって。第一切れ偉すぎ？え？なんで、
なんで取られたの？意味が分かんない。取られたの。取られた理由がマジ分かんない。うわ、偉っ！マジで言ってんのそれ。超強いじゃん。これはもうフォアガでいこう。フォアガじゃない、フォアドラでいこう。これで、絶対エルフ来る。エルフ来るから、ここで、2枚出しの、あいつを出して、2枚出し？そもそも1体しかいねえわ。さあ、ここでパワードスーツ流して、もうこれ、あれだね。結構、フォアドラも何もできないね、この感じ。そこだけ倒して。OK。OK！ それ倒すのでかい。それ倒したのとりあえず選ぶ。なんかパワードスーツ倒した？あ、違うわ。パワードスーツすげえって思ったけど、そもそも、あれだわ。クイーンビーの攻撃入ったわ。パワードスーツ！なんか運ばれるんだけど、あいつ。何やってん？でも、ここでパワードスーツがワンチャン入れる可能性は大いにあるでしょ。ピョンはピョン。さあ、トーン。さあ、ここでピョーンして、剣士が行く。大砲が飛ぶ？いや、惜しい。なんかでも、ワンチャンあったぞ、今の。完全に。なんか見えたもんな、今。はい。それではね、3戦目行きましょう。いや、パワードスーツマジで面白い。ただ、強いかどうかちょっとまだ捨てが足りない気がする。防御力もマジで足りてないし、底力もゼロだし、そこが気になるけど、これが究極体になって、金バッジ、引けた時には、結構いい性能してるんじゃないかなとは思う。大型2本来てくれ。来てくれたけど、ちょっと大型のパワー低いんで、もうちょい回します。パワー低いしバッチないけど、もう行かなきゃいけないね、これね。で、パワードスーツ使っていいなって思った ところを1個出すならば、まあ、あとエミリアか。この固定していいなって思ったのが、足が引けてない時に、取りで取れてるんだよね。それ結構いいなって思った。あと、開幕こうやって邪魔しに行って、あ、取られちゃった。マジかよ。さあ、トーン。とりあえず倒しはできるけど、これレムじゃない？あ、レムだね、リーダー。困ったね。トーン。吹っ飛ばしたけど、さあ、なんかいい感じに頑張ってくんないかなっていう淡い期待。アシュラを置く。吹っ飛ばされるのはマジでお前倒せよ。無双してくれ。無双はしない。じゃあもうガッツ行こう。倒さなきゃいけない、これ。で、やつがめんどくさいね。やつめんどくさいけど、お、そこでそれが来る。じゃあもうロボガール行きましょう。よいしょ、よいしょ。無双、素晴らしい。素晴らしい無双。じゃあ、コモ行きましょう、これで。それはね、とてもめんどくさいんだけど、多分やれる気がするんですが、やれませんか？やれない。やれない、わかった。やれないならばガッツ出す。出さざるを得ない。めんどくさいなぁ。おい、ゼウス。ゼウスがどこまで行かずち頑張れるか次第のところあるんだけど。なんかそこめちゃめちゃやりたいんだけど。ゼウスって弱いよね、やっぱ。取られたわ。もうキャラ数でとんでもなく負けてる。あれがゼウスじゃなくて白前キメラだったら守れてるな、これ。ピョンしたけど、ピョンしたけど、ピョンはしたけど、それ以上守れない？そんな気がする。守らせてくれない？これ。15秒は無理？ 15 秒は無理らしい。残念。ロボガンもゼウスも、どっちもやれんかった。50かな？ほぼ50ですね。はい。それでは、やっていきましょう。ラスト。いやー、ちょっとね、パワードスーツ、まだ捨て足りてない。絶対に。足りてない。もうちょっとうまく使いたいんだけど。でもパワードスーツあれだよね。
フォックスの変化もないし、UFO の回収も不可。だけど、小玉で奪われるんでしょ、確か。いや、もう大型のパワーがさっきから弱いんだよな。ただ、なんか、何かをね、今ね、感じた。この手札に。何かを感じた。きっと未来があるっていうね、何かを感じたんだ。行くわ。エミリア、パワードスーツ。取られるんかい。あ、ストーン。さあ、ロボーが、エミリア。ダメージ稼いでけ。マミ。まあまあ。そこはいい感じに。いい感じに倒しきれたら最高。素晴らしい。さあ、倒してくれてる。あとワンパン。ピョーンしたけど、ピョーンだけじゃ意味がないけど、それはでかいな。カエルが一体も飛ばない。一体だけ飛んだ。一体しか飛ばない。弱すぎる。それじゃ何もできない。正直何もできない。ただ、倒して、キメが。多分、キメが残せるはずだから、さすがにね。いいよ、いいよ。避けた、素晴らしい。これ、いけんじゃねえ、ワンちゃん。どうこれ。ストーン。パワードスーツ、君、やれる？もう、マミー全部いくわ。何かを感じたんだ、俺、この手札に。だきっとやれる可能性がね、あるはずなんだよ。あ、ぴょーん。あ、ぴょんからの、高速からの、あ、待って、マミーとパワードスーツ強くね。あれ？エミリアどこ行った？いや、これやれるだろ。ほら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 。何かを感じてるよね。絶対的に。パワードスーツ死んだよね。はい、ダメージは入っていく。ただ、このスライムを突破できないらしい。俺、干渉するつもりにまんまあったんだけどさ、これ突破できないんだ。いけ、マミー、お前ならいけるよ。そうだ、倒せ。剣士一体に全力出してんじゃねえよ、エミリア。というわけで、点差勝利ですね。まあ、勝てたのは良かったけど、組み合わせ違うかもしれないな。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。パワードスーツでした。この捨てですね。まあ、はい。鎧頑張って作ります。作って、そこしからも頑張って振ります。団子手に入ったら頑張って団子振ります。もう少々お待ちください。足りません。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。